はい、えー。未来の日本語教育組の皆さん、こんにちは、えーと。このビデオは第3週のプレゼンテンションソフトに関する4本目のビデオですね。えー、このビデオでは学習者に共有する方法をお話しします、えー。主に3つのやり方があります。1つは説明や練習のためのスライド。えー、それから、えー、学習者が共同発表するためのスライドの共有方法。そして最後はテンプレートの共有方法ですね。 最初は説明や練習のためのスライドの共有方法ですが、えっ、ー、と、あ、ちょっとこれを赤くしますね。はい。えー、こういうふうにですね、あの、このファイルのところをまずカチッとクリックします。そうすると下の方に、Publish to the Web というのがありますから、これをカチッとクリックするんですね。そうするとこういう画面が出てくるので、このリンクを、えー、Ctrl ルプラス C でコピーして、それを、えー、Google Classroom などで、えー、共有するといいと思います。はい。えー、次は、 学習者が共同発表するためのスライド共有方法です。共同発表は一緒にみんなで編集するわけですね。一つの、えー、プレゼンテーションをみんなで作ります。その時は、えー、まず右、この右上のシェアを押しますね。で、そうすると、えー、最初ですね、この Restricted Only People というふうに書いてありますから Change to Anyone with a Link に変えて、そうするとこういうふうに、えー、画面が出てきます。で、ここで注意しなければいけないのは、 ビューワーだと見るだけなので、お互いに編集するときは、ここをエディターにしなければいけません。エディターにして、これをコピーリンクにして、あ、このリンクをコピーして、それを Google Classroom などで共有するといいと思います。はい、3つはですね、三つ目は学習者が、あ、すみません、三つ目じったさ。さっきの例ですね。学習者が共同発表する例としては、ショーテルっていうのがとても典型的です。 えー、まあ子供の時はですね、こうやって、まあこの子供は傘について話しているんですけど、こうやって本、そのものを実際に見せてやるのがいいですが、えー、高校生とか大学生とか大人でしたら、これを Google スライドにペーストして、えー、みんなで話し合うのがいいと思います。はい、えー。では次にテンプレートの共有方法について話しますね。これさっきと同じように、えー、リンクをコピーする。 あの、ところをさっきご紹介しました。これ同じように、えー、リンクをコピーしますが、えーあ、ごめんなさい。はい。えっ、ー、と、コピーしたリンクがですね、えっ、ー、と、普通は、あの、エディット USB イコールシェアリングというふうになっていますから、このエディットの部分をコピーに変えるんですね。それだけでもう大丈夫です。えー、じゃあ一つの例をちょっとご紹介しますが、えー、テンプレートの例ですね。えー、本の紹介のテンプレートです。これをじゃあカチッとクリックしてみましょう。 前と同じように、このメーカーコピーを押します。はい、押しました。で、そうすると、えー、こんな風にですね、えー、テンプレートが出てきます。で、学習者はみんな自分のコピーを持っていますから、自分のために編集すればいいんですね。で、最初にここに、えー、あなたの名前、えー、その発表する人の名前を入れます。そして、えー、その本の写真のをここにペーストして、本のタイトルは、で、ここにタイトルを入れて、 作者は誰か。作者の名前を書いて、その本のいいところを最後に <laughs> そして最後にありがとうございました。というわけですね。ご <laughs> め <laughs>、うんなさい。はい。えっ、ー、と、以上が、あの、3つの、えー、共有方法でしたね。はい。で、この、えっ、ー、と、スライドのリンクは <laughs> ビットリースラッシュ TTCB34A です。えー、あの、うん、テンプレートとかのリンクが貼ってありますから、 それを見るときは、えっと、このスライドを開いてください。<laughs> で、このビデオにですね、知らなかった言葉があったら、暗記、クイズレット、メモライズなどで、えー、その新しい言葉を記録しておいてください。はい、それでは私からは以上です。失礼します。